はい、どうも、マシュラチャンネルです。こんにちは、ナナです。はい、今回ですね、ちょっと撮影をれいちゃんさんとボナールさんとやってたんですけど、今日はちょっとナナちゃんの持ってきてるバッグ紹介と、今日チャリで来たんですよね。はい、チャリで来ました。チャリで来たってことなんで、ちょっとその辺のバッグの中身とか、今回は撮影ってことなんで、まあ、試合とちょっと違うので、そのバッグの中身どんなものがあるかっていうのを女子大生編ということで見ていこうかなと思います。じゃあちょっと早速チェックしていきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで今回は、自転車でグラウンドまで来てくれたところなんですけどこれはいつも乗ってるチャリですか？これ毎日のように乗ってます。毎日バイト行くのにこのチャリで。なるほど、はい、カゴはないじゃないですか。ないです。これはもともとないんですか？もともとなかったですね。へえ。よく買い物とかするときにママチャリとかカゴついてて便利じゃないですか。なんでこれ選んだんですか？なんかカゴない方がかっこいいじゃないですか。ああ、はいはい、なるほど、うん、シティのチャリみたいなやつ、ね、なんかちょっとかっこいいのがいいなと。なるほどなるほど。赤にした理由は？赤がかっこよくて。赤がかっこよくて、はい、グラブもそうですもんね。あ、そうです、そうですね。まあその辺はサクッとじゃあチャリ紹介ってことなんで、はい、まあ赤のカゴないタイプ。カゴないタイプ、はい、OK です、はい、じゃあ本題のバッグいきましょう。はい、はい、今回は、試合じゃなくて撮影ってことなんですけど、こうやって YouTube の撮影に来るのは何回目ぐらいですか？でも5回目くらいです。5回目ぐらい、はい、試合とはちょっと持ってきてるもの違うと思うんですけど、じゃあ早速お願いします。はい、はい、結構ちっちゃいですね。でもいや、もうパンパン、もうパンパンですか？しかもこれサッカー用の多分バッグでお母さんが買ってきてくれたんですよ。だからいっぱい入るんです、ボールが入るから。あ、なるほどなるほど。ナイキのバッグですね。ナイキです。ちょっとじゃあ開けて紹介してってください。大きいものからお願いします。大きいものから。はい、ここから上からいきますね。はい、これは帽子です。帽子、高校の時の帽子で、高校の。おお、すごい。高校生あるあるみたいな。なるほどなるほど。書いてもらって先輩に。これは今も普通に使ってるんですか？今も使ってますね。はい。なるほど。いろいろ思いが詰まってると。思いが詰まってます。はい。はい。帽子。で次お願いします。はい。これはオークリーのサングラス。サングラス。はい。あんまり自分は多分見たことないパターンですねこれ。そうですかね。これ。はいはいはい。オークリーのサングラス。白と水色。水色。これもいただいたんですけど。はい。めっちゃ気に入ってて使ってます。先輩からですか？いや、これは前回のチームの時にいただいて使ってるんですけど。色はもう知り合いが選んでくれた感じですか？はい、選んでもらって。青好きなんで。青も好きなんですね。青も好きなんです。青の方が本当は好きなんです。赤と青。赤はたまたま赤揃って。ああ、そうなんですね。そう、基本は青が好きです。あ、なるほど。はい。オークリーのサングラス。そうです。オークリーのサングラス。結構高いですからねこれ。ちょっとマジで大事に使ってます。そうですね。はい。次は靴。靴。今スパイク履いてるからちょっと汚くなっちゃったけど、はい。履いてるんで、乱臭入ってるんです。はいはいはい。アディダス。アディダス。赤線。赤ですね。確かに赤揃ってますね。そうですよね。確かに。グローブの前のスラッガーの時赤でしたもんね。あ、そうですね。赤で揃ってますね。はい。汚いんです。これアディダスじゃないですか。はい。こっちもアディダスじゃないですか。あ、本当だ。これ理由なんかあるんですか？いや。安かったから。ああ、なるほどなるほど。特にこだわりなくて足に合えば。なるほどなるほど。アディダス、アディダスと。はい。はい。じゃあ次お願いします。これはユニフォーム。ユニフォーム。ロンパンとかショートというかレギュラーとかは好きなのありますか？いや、レギュラーが好き。レギュラー。レギュラーサイズのソックス上げるやつですね。そうですね。ロンパン履いたことありますか？ロンパンないですね。ちょっと最近草野球とかやってるじゃないですか。はい。ロンパン履いてみたいとか思わないですか？でもなんか外国人選手がロンパンのイメージなんで、ちょっとかっこいいなとか思います。なるほどなるほど。まだ持ってないですね。まだ持ってないです。いつか来るかもしれないですね。いつかちょっと履きたいっていう時がある。わかりました。ほうじ茶。ほうじ茶。これはいつのですか？今日です、今日です。今日の朝。今日の朝、なんか体にいいし、あったかいからほうじ茶。ああ、結構女性ってお茶持ってますよね。お茶ですね。お茶か水しか基本飲まなくて。はいはいはい。ジュースあんま好きじゃないんで。あ、そうなんですか。はい。多分あっちにいるユーチューバーさんたちは、レッドブールとか、コーヒーとか入れてると思うんですけど。ちょっと体にやばい感じです。そうです。お茶なんですね。お茶ですね。わかりました。はい。これは試合も関係なくお茶ですね。あ、そうなんですね。これ上着です。上着、アップ前というか。そう、寒いんで。メーカーどこですか？これもナイキかな。ナイキだ。ナイキ。ナイキです。はい。はい。これも結構使われてますか、長く。そうですね。お父さんのお下がり。おお、そうなんですね。もらったんで、結構長いかな。なるほど。ナイキのジャンバー。はい。で、グローブが。グローブ、はい。2つ入ってます。2つ、これはあれですかね、この前紹介してもらった。そうですね、はい、2つでスラッガーの公式と、はい、でこれが袋ついてきたやつ。なるほど、公式オーダーですよね。そうです、はい、これは前の動画を参考にしてみてください。はい、はい、ともう一つはこれがこっちですね。はい、水プロの投手用。はい、これも前の動画で紹介してるんでチェックしてみてください。はい。で、各々バッテが2種類あるんですよ。1個がアンダーアーマーの。アンダーアーマー。これこの前持ってきてました。そうですそうです。ちょっと使ってましたね。はい。最近ずっとこれ使ってて、このアンダーアーマー赤ちょっと統一感ありますね。確かに。でも青が好きなんですよね。そうですね。青が好きなんですよね。アンダーアーマーとこれはもうずっと高校の時からずっと使ってる水野の試合用みたいな感じですね。こっちが試合なんですね。はい。ダブルテープが好きなんですよ。あ、そうなんですか。そうだからいつも水野のダブルテープを試合用にしてます。ああ、しっかりフィット感をみたいな。フィット感を。はい。ネイビーと黒。黒。なるほど。はい。はい、ありがとうございます。まあここまでは今あれですね、本当に試合とそんなに大差はないかなって感じなんですけど、いつも通りって感じですね。はい。あとタオル入ってます。タオル、はい。高橋由伸選手。はい。これはもう小学校から大好きな選手なんで、はい。私が巨人戦を見に行った時に満塁ホームラン打ったんです。おお、はいはい。そっからもうバッティング大好きになっちゃって持ってます。なるほど。今はちょっと引退しちゃったんですけど、そうなんですよね。まあでも逆にレアっすよね。はい。はい。大事にしてください。はい。はい。高橋選手のタオル。はい。小物系に入ってます。小物系。この辺が多分あれですね、男性とはちょっと違いが出てくるんじゃないかと。そうですね、はい、まず普通にお財布マイケル・コースの、これは親戚に誕生日プレゼントで。なるほどなるほど。20歳だからって。あ、そうですよね。この前成人式ですもんね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、財布と櫛が櫛入ってた。女性らしいですね。女子ならではちゃんと髪の毛を整えなきゃっていう、ちゃんと一応女子力を。なるほどなるほど。2種類。はい。あとは一応念のための日焼け止め。お、はいはいはい。これはスポーツ用なんで多分結構強力で、すぐ日に焼けちゃうんで。なるほどなるほど。ちょっと日焼け止めと、あとリップ、一応鏡。素晴らしいですね。はい。一応女子力で。そうですね。まあこの辺はもう本当に男性 YouTuber とかとは違うところですね。違うと思いますね。はい。日焼け止めとかはもうここから今4月入りますけど大事ですよね。もうだって今家に3本ぐらいあります。マジですか。はい。すごい。これから携帯かけて、あと携帯はい携帯今ケース。これなんですか？最後の晩餐。最後の晩餐。なんか見つけて面白いなと思って、ちょっとネタになるかなみたいな。面白いですね。なんか携帯も新しい。そうです。iPhone 12に最近変えて、画質いいんで写真撮りまくってます。なるほどなるほど。はい、スマホですね。スマホです。あとはシャーペンが。シャーペン入ってました。なんでだろう。シャーペンとかでも持ってたら強いですよ。あ、本当ですか。ここを取った時になんかメモ。あ、確かに。ずっと入れときます。そうですね。シャーペン。あとティッシュ。ティッシュ、はい。ここにゴミが大量。はい。これはちょっとゴミが。なるほどね。まあでもちょっとそうね。ちょっとまあですかね。なるほど。はい。っていう感じで今これは何用になるんですか、バッグは？バッグは普段は大学用で使ってたんですけど、最近野球でちょうどいいなと思って。野球でも使ってます。なるほどなるほど、はい、でも多分この量からしたら限界っすよね。もうパンですね。ああ、なるほど。じゃあもうちょっとでかいバッグがあってもいいかなみたいな、はい、分かりました。最後なんですけど、はい、今日結構黒多いじゃないですか。あ、そうですね。これは何かあるんですか？なんか黒ってなんか引き締まってるカラスみたいな、はい、感じでかっこよく見えるかなって。なんかユニフォーム白多いじゃないですか、はい、はい、ちょっとあえて黒にしようかなみたいな。なるほど。多分皆さん思ってるかもしれないですけど、動画映えするには黄色とかピンクとかの方が。そうですよね。はい、あえてのそこは黒にしました。そうなんですね。わかりました。っていうので一式紹介してもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで本日はバッグの中身と、あとはチャリもろもろ紹介してもらったんですけど、多分これからまあ夏になって、あとはこういう撮影とかに呼ばれることが今後あればですね、また多分いろんな道具増えたりとか変わってくると思うんで、撮ってるのこれ3月なんですけど、また変わったものを購入したりしたら教えてください。もちろんです。はい、ちょっと動画で紹介しようかなというふうに思います。また何か面白い企画とありましたら紹介しますので、チェックの方よろしくお願いします。お願いします。奈々ちゃんのツイッター、インスタ、概要欄からチェックしてみてください。お願いします。それでは今日のショーチャンネルは以上です。ありがとうございました。そして今月のプレゼントはこちら、GS スパイクのオーダー権利になります。今映ってるのは自分のものなんですが、カラーとサイズ、ベルトタイプを選んでいただき1名様にプレゼントします。チャンネル登録&今月の動画にコメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。そして自分らが監修する GS グローブ、スパイク、そしてウェアも販売しております。このキャラメルシリーズは3月下旬に販売開始されますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。GS グローブ、スパイクを使って週末の野球、部活を楽しんでください。動画の概要欄のリンクから購入することができます。ぜひよろしくお願いします。よいしょ。心の中いつまでも